どれにするんだ。物語を進めるんだな。日陰、いざ参るで。いってらっしゃい。待てや、カツラギ。どういうことか話してくれんか。話しても無駄だって。お前には分からないことだよ。ほんなら戦おう。本気でぶつかり合おうや。そしたら理解できるようになるやろ。だから無駄だって言ってるだろ。本気でぶつかり合えば誰とでも分かり合える。いつもそんなことばっかり言うてるやつがどうした。そうだな。まいったな。これじゃ日陰の方があたいみたいだ。まあええ、ほれ始めるで。日陰舞準備る。いざ真紅の道に舞い散れ。さあ葛城、全部吐き出すんや。あたいは両親を助けたいんだ。抜け身になった両親か。助ければええや。簡単に言うんじゃないって。命令に背いたら助けられないんだよ。神楽を処分しろって命令のことか。あたいは神楽を処分なんかしたくない。命令にちゃんと従えば両親を助ける道が開く。でもどんなにしてくれんのこれ。その代わりに神楽が死ぬ。チキショー、あたいはどうすればいいんだよ。忍び転身。なるほど、わかったで、カツラギの悩み。妖魔を倒して赤玉を潰せば神楽は覚醒しない。覚醒しなければ神楽の処分命令を聞く必要もない。今あたいたちは命令に背こうとしているんだ。それはいい、それはいいんだよ。自分の信じた忍びの道を行くんだから。でも今回の任務をしっかりこなせば、その功績が認められて両親を救い出すのが早く叶うようになるかもしれない。そう思うとあたいは揺れちまうんだ。忍びの道と両親、どっちを取ればいいのかって。
カツラギの好きにすればええんとちゃう。どっちをとってもそれはあんたの選んだ道。忍びの道にも劣らないカツラギの道や。わしだけは何があってもカツラギの道を支持するで。日陰、わかったわかったよ。あたいはあたいの道を行く。赤玉を踏みつぶしよったな。よかったんかそれで。っていうか日陰は分かってたんだろう、あたいがこうするって。ああもちろんや。感情のないわしやけど葛城の気持ちは大体わかるで。あいつらまた赤玉を踏みつぶした。一体赤玉を何だと思ってるんだ。仕方がありません、次の赤玉を探しましょう。ま、いつも通りやな。もっと強ならんと。どれにするんだ。物語を進めるんだな。野牛マイル。もう無視すんな。行ってらっしゃい。妖魔衆の気配があります。今回はこの辺に隠れましょう。ナラク、聞きたいことがあります。あの忍びたちは喧嘩をしてもすぐに仲良くなります。どうしてあんなことが可能なんでしょう。この世界には喧嘩するほど仲がいいという言葉があります。友達だからこそ何でも言い合える。どんなに喧嘩をしても壊れないつながり。あの忍びたちはそんな関係なのでしょう。なんだか羨ましい話ですね。でもそんな友達なら私にもいたような気がします。ものすごい昔のことだと思いますが。忍びがやってきました。隠れましょう。妖魔衆だ。未来行けるか。何をブスッとしているんだ。行くぞ。一つ言っておく、足を引っ張るな。ふん、どっちこそ。任務開始。任務開始。本番はこれから。入れよ。ふん、余裕だな。熱いな。本番はこれから。忍び転身。本番はこれから。未来忍び転身。
いざ真紅の道に舞い散れ。あ、私だって成長してるんだから。まだそんなことを言っているのか。そこまで言うな。今ここでそれを見せてみろ。そんなことできるわけないじゃない。なぜ見せられない。減るものでもないのに。恥ずかしいくらいよ。本当は自信がないから見せられないんだろ。分かったわよ。じゃあ後でこっそり。やっぱりダメ。無理。見せられない。そういうのは大事に取っておくものだって闇お姉ちゃんが言ってたもん。決着。ま、こんなものだな。私にとっては朝飯前よ。この見せられないけど私は成長してるの。何をそんなにムキになっているのだ。大豆もいっぱい食べたの。はるか様に教えてもらったマッサージもしてる。少しずつかもしれないけど私の胸は大きくなってるもん。多分。何の話だ。俺はお前の胸のことなど気にしていない。私の胸が成長してないって。やれやれ、とんだ勘違いだな。お前らしい。何なのよそれ。勘違いしたのはあんたでしょ。もういい。あんたとなんか組めないから。じゃあね。困ったやつだ。満足に足る評価ではないな。よし。どれにするんだ。物語を進めるんだな。バカになどしていない。追いかけてこないで。放っておいてよ。俺はお前に怒られる理由がないのだ。何もバカにしていないのだからな。ふん、どうせお腹の中ではいろんなことを思ってるくせに。腹黒なくせに。お腹？俺のお腹がどうしたというのだ。お腹にいっぱい溜め込んでるんでしょ。私にはわかるんだ。それは俺のポッコリお腹をバカにしているのか。ちょっと待って。なんであんたが怒るのよ。俺のポッコリお腹をバカにするやつは許さん。柔らかくて気持ちが良いお腹なんだぞ。何の話。俺のただ一つのチャームポイントを愚弄した罪絶対に許さない。もうシンクの道に舞い散れ。俺のポッコリお腹に謝れ。なんであんたのお腹に謝んなきゃいけないの。俺のお腹は泣いている。お前の暴言でな。それってただお腹が空いてるだけじゃないの。それに私別に暴言の
なんだと、どういうことだ。さっきの私と同じじゃない。さっき私胸をバカにされたって勘違いしてたし、だからあんたもきっと勘違いしてるんだよ。俺のお腹をバカにしてはいないのか。技あり。私もさっき今のあんたみたいになってたんだね。とにかく一度冷静にならなくては。じゃあこのまま戦って汗を流せばいいんじゃない。お前ホムラに似てきた。うるさいわね。行くわよ。忍び天使だ。まさか俺は負けた。ごめん、私勘違いしてたんだね。いや、勘違いしていたのは俺も同じだ。でも先に勘違いしてたのが私だし。いや、俺が冷静でいればこんなことには。私が悪いんだよ。もっと話をちゃんと聞いていれば。俺が悪いと言っているだろう。聞き分けのないやつだな。何よその言い方。私が悪いって言ってるんでしょ。認めなさいよ。お前こそ認めるんだ。悪いのは俺だ。タンマ、また喧嘩しそうになっちゃってるよ。そうだな、こんなことじゃダメだ。触れ。え、触れって何。俺のポッコリお腹だ。みんな柔らかくて気持ちがいいと言ってくれる。それで仲直りだ。本当に気持ちいいの。試すがいい。本当だ、ぽよぽよしてて気持ちいい。お前の成長も温泉でしっかりと見た。これでお互いの誤解は解けたはずだ。うん、そうだね。じゃあ仲直りしようか。ぽよ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 。触りすぎだ。喧嘩して仲直りですか。神楽様。何でしょう、胸の奥がじーんと痛みます。褒めてもいいよ。授業の成果が出てきたのかな。おかえりなさいませ。なんや、せやな。